はい、いいですか皆さん。はい、せーの。歌手。はい。歌手りました。一応、おちくんがいないから、歌手りましたって俺が代役で言ってるんだけど。いらねえかな、別に。いらねえ。というわけで、始まりました。はい、ゆきまもるのおちの見つけ方、はい、というわけでですね、本日のゲストも、矢田智久さんです。はい、よろしくお願いします。それと、2週目。チームキッチェンの今井優也です。よろしくお願いします。はい、お願いします。今日もね、たわいもない話をしていくんですけども。何かありますか？いや、最近ね、僕旅行に行ってきまして。おー、はいはい、おー、はい、どこにですね。ズバリどこに？福井県に。福井県に、ちょっと絶妙な絶妙でしょ。あんまり目立たない。福井県民の皆さん、コシヒカリじゃなくて、コシヒカリは福井県産です。福井県産らしいね。あ、そうなんだ。なんか新潟が有名にしただけで、そうなんだ。ディズニーランドみたいな。東京ディズニーランドだけど、千葉にあるみたいな。発祥は福井らしいですよ。そうなんだ。一番の誇りだって。まあでも、そうやって取られる側だよね。搾取される側ちょっと、そんなことはない。そんなでも福井県もね、行ってみるとですね、めちゃくちゃいいとこで。なんかまあ、水もね、美味しいらしいし、のどかで、すごいもう良かったんだけど。福井って何、カニとか。まあそう、なんだっけ、海鮮が美味しい、越前ガニだよね、とか、なんかそう海鮮系とかも美味しいし、有名なやつだとなんかソースカツ丼とか、へー、なんかおろしそばとか、とか、へー、カツ丼そば、あ、なんか油揚げのすごいでっかい、あのやつだけのみの定食とか。へえ、なんかそんなのがあって、俺もちょっと弾丸で行ったんで、おろしそばとソースカツ丼は食べたけど、冬じゃないから越前ガニは食べてないんだけど、越前なのに福井なんだ。そうみたいなね。確かにそれこそ新潟な気がするけど。そうなの。越前って新潟じゃなかったっけ。違う？あれでしょ、どうせ下から数えた方が早いと思ってんでしょ、全部。福井と富山って、1ヶ月入れ替わっても誰も気づかないよねって。いやいや、めっちゃいいとこだったよ、本当に。いや、なんかそれこそ、友達がいて、その友達に会いに行ったっていうのもあるんですけど、最初、だから恐竜博物館ってところに一日行って。恐竜博物館。なんか世界で、三大の博物館らしい、恐竜の。恐竜も有名なの？恐竜しか有名じゃない。これも。いや、恐竜、めっちゃ綺麗、めっちゃ良かったよ。福井県の、で、発掘された恐竜も少しあって。あ、そうなんだ。で、そこから、プラスアメリカ、アリゾナとかの、あれなのかな。なんかそこら辺の恐竜とかが結構展示されてて。それも結構でかくて、施設が。へぇー。これ結構行く価値あるなっていう。あ、そう。目玉恐竜は何だったの？でもティラノサウルス。ティラノサウルスだ。それは。これ見ようがしに置いてあった。福井県産の恐竜はいなかったの？福井県産は、炭に追いやられた。マジ、福井のどんみたいなの、いないの。福井のどんみたいな。もう、つつましく、ささやかに。ティラノが、ティラノには勝てない。帰り僕も見てね、ぐらいの感じで。センターはティラノサウルス。センターはもちろんティラノサウルスで、トリケラトプス来て、あとなんか草食動物の中で一番でかいみたいな。ブラキオサウルス。ブラキオサウルス。詳しいな。詳しくないの。めちゃくちゃメジャーですよ。それぐらいしか知らない、逆に。まあでも、なんて、等身大で模型もあって。で、その一部が本物ですとか。ああ、はいはいはい。なんかそういう感じで置かれてたりとかして。じゃあ、おすすめは、うん。ちょっと、ベビーカステラ食べてベビーカステラ相性悪いね。いや、ベビーカステラ食べてるってことは、もうこれ、あれだからね、続いてるってことだからね。大体分かってるじゃん。
いやまあそう、うん、おすすめは恐竜、おすすめ恐竜博物館ですね、うん、恐竜博物館はあのまあお子さんがいても楽しめるだろうし、うん、まあ歴史もちゃんと詳しく書いてあるから、うん、こんな歴史なんだなっていうのが分かるというか、へー、それ良かったですね。でその後に永平寺っていう、うん、なんか禅禅のが有名な寺院かな、禅の禅ってあるじゃん、あの瞑想とかさ、ね、うん、壁に向かって禅するみたいなやつの、まあ、走りなのかな、ちょっとわかんないけど、まあ、まあ禅はさ昔からさ古来からいろいろあるけど、うん、その中でも日本でもめちゃくちゃ有名な、うん、修行するようなところ、精神統一みたいな、精神統一、だからもうあのその寺院に入れば、うんうんうん、もう一人一畳分の畳の中で生活しないといけない、そのた食べるの寝るのとか、うん、そういうあの全てのことを一畳を用意されて、その一畳分でやるっていう、そうなの、一畳ってだって結構ちっちゃくない、トイレ行く時とかいいの、いやさすがにトイレ行くとかいいけど、寝る時はだから布団をあの縄で縛って寝る。どういうことそれ、布団を縄で縛って寝返り打って、その2畳目に行ったらダメなんだとか、次のマスに行ったらそう、それはもうカツなんだ、縛って寝るの。へえ、でもこれ有名で、まあそのね、そめちゃくちゃでかいのよ、へえ、でその境内を歩くのに1時間ぐらいかかるから、うんうん、ああなんかいろいろ建物があるんだ、そう建てて、しかも夏でちょっときついかなと思ったけど、全部屋根ついてるからね、永平寺っていう、面白そう、もうね、やっぱね空気澄んでるよ、あそう、山の中にあるの、山の中にあるんだけど、まあ麓かな、なんかその辺にあるんだけど、うん、いや空気も澄んでるし、俺なんかもともとさ、うん、俺好きだからそういうの、うんうんうん、まあ寺とかそういう、まあ、お香とかもまあ好きだし、まあそういう瞑想みたいなのを結構勉強したりとかしたことあるから、うん、だからそこ行ってみたいと思って、自分からここ行きたいっつって、うんうんうん、行ったんだけど、そもそも友達に連れてってって言って、で、うん、一番良かったかな、なんかスティーブ・ジョブズとかさ、アップルの、うん、あの人も死ぬ前にかな、あそこにだけは行きたいって言ってた、そうなんだ、ちょっとメモっとこう、いやっていうところがなんかな、まあ、多分本人も何回も多分通ってるんだろうけど、永平寺ね、そう永平寺ってところでめちゃくちゃいいよ、やっぱしょ、もちろんそのガイドとかもあって、うん、そのガイドとかをするとその本当に修行像っていうか、そのそこの寺で修行してる人たちがガイドしてくれたりするみたいなところで、めちゃくちゃ良かったっすね。それ禅はしたの？禅は、ね、禅した方がいいもんね。絶対にいいと思う。あなたは。そうだよね、うん、そうだよね。いやまあまあ禅はしてないんだけど、でもねなんかね、近くのホテルに禅体験ができる宿とかあったよ。そうなの、いや、してもらった方がよかったじゃん。いや、そうだね。0.5 畳に縛り付けない。1畳もいらないよね。数珠だけ買った。これでどうにかなんねえかなと思って。いやいや、もう、めっちゃ良かったよ、それは。いいね、まあ、あと、東尋坊ってところに、あの、火曜サスペンスが。ああ、東尋坊ね。東尋坊あるじゃん、よく。ね、あの、うん、船越英一郎さんの。あれ、福井か。あれ、毎回福井だから。ああ、そうなの。飛び降りも。そうそうそう。なんかそういう、なんか割と、ボランティアで、あの、その、なんつうの、その、引き止める人とかもいるみたいな。なんかいらしい。そんな有名なんだ。けどね。なんか、ちょろっと聞いたけど、そういう話を。まあでもそこは割とその観光スポットで、うん、なんつうの、その、あの、海鮮系の定食屋さんがいっぱい並んでたりとかしてて。ご飯美味しそうだな。ご飯は美味しい。北陸の方で、ね。うん、美味しい。うん、本当に美味しかった。なんかやっぱ水澄んでるからだろうね。そうそうそう。うん、だから、お酒とかお米が有名だもんね、うん、風景がめちゃくちゃ綺麗で、ドライブするのに海と川が川がね、もう釣りしてる人とかもいて、渓流釣り、あ、釣りも好きだもんね、うんうん、うわここすごいなと思って、改めてなんか風景好きだなって思ったっすね。なるほど、うん、なんかどこない、なんか最近、まあ最近じゃなくてもなんか思い出に残る旅行っていうか、まあいろいろ俺は年一ぐらい行ってる。最近は茨城行った。ああ茨城は割と近場で。まあまあ近場で、そう。ジャスコ？どこに？ジャスコじゃないな。あるけど。ジャスコどこにもある。ありそうだけど茨城が。下妻物語じゃない？いや違う。違うの？じゃあ俺はあのね、うん、大洗に行ったんですよ。大洗の水族館に、うん、そう行ってきて、うん、サメが有名な水族館のところに、そこに行って。サメが好きなの？サメ好き。サメが好きなの？サメ好き。サメ好き。何ザメが？サメ好き。
そんなに来なくていいとかあったら。にわかじゃん、こいつ。でもね、あの、猫ザメっていうのがいるんだけど、そう、うん、猫ザメって割とこうちっちゃくて、うん、で、こうスイスイ、この、小回りが効くっていうか、なんか見てて可愛らしい、ね。なんか、結構さ、有名じゃん。あの、映画とかでさ、でっかいサメ、上手、上手みたいな。ああいうのじゃない。じゃない。あれは何、なんて言うんだっけ、あれ、ホウジロザメ。ホウジロザメか。あ、ホウジロザメか。ホウジロザメです。かっこいいよね。ホウジロザメとか。あの、なんかす、あれはあの、掃除機みたいなやつは。あれは、シュモクザメだね。シュモクザメ。ちょっと待って、一番詳しくない俺、サメ好きだから。やば、やば、やば、上位互換いるやん。やば。お前話のネタだけや。俺海遊館の人生だもん。やば、え、そうなんだ。え、じゃあこっちに聞こうか。別にサメ好きじゃないよ。ブラキオサウルスぐらいよ、シュモクザメの言う。ブラキオサウルスがどこなのかもわからないから。知名度で言えば。ああ、そうか、そうか。あ、サメ。いや、でも俺も水族館とか動物園も好きだけどね。あ、そうなんだ。生き物も好きだね。あ、生き物好きだもんね。確かにね。あ、それでもサメメインの。そう、サメメイン。まあ、他の生き物もいっぱいいるけど、うん、基本的には日本で一番サメで有名な水族館。へぇー。じゃあ、グッズもいっぱいあるんだ、そのサメ。グッズもあるね。行ったことある、そこは。いや、わかんない。ないと思う。あ、じゃあ、魚。大洗ってとこに行ったことないね、多分、まだ。あー、まあ、確かに。聞いたことない、うん。海の方。海の方、茨城のもう一番海の。海あの、アニメのさ、うん、ガルパンってさ、うん、あれ知ってる？戦車のやつ、うんうんうん、あるね。そう、あれの、うん、この、あれで有名になった、その聖地で。あ、なるほどね。そう、そのガルパンっていうアニメを使って、うん、この地元おこしっていう、町おこしがすごい成功した町で有名な、ね。なるほどね。はぁ。茨城。茨城。そのサメは、サメてか、魚の中、魚の中じゃサメが一番好きなの。いや別に。そんなにサメのエピソードないんだけど。そうなんだ。でも一回、あの、うん、そのシュモクザメが、うん、あれどこだったかな、静岡かな、浜松とかの浜辺で打ち上がってて。うんうん、で、持ち上げたらめちゃくちゃ 重たかった。持ち上げ？うん。やば。養老先生の YouTube 見てる、もしかして。あの野生のシュモクザメ。へぇー、うん。あの、すごい。じゃあ、触れも釣るんだね、そういう。何でも触れるね。はい、すげえな。何でも触れますよ。すげえな、はい。虫とかも全然大丈夫。だから、やっぱり、ゴキブリとか出た時も、うんうん、退治役。で、任せられるから、いつも。マジで、うん、だから、はあ、じゃあもう普通に触れ、ゴキブリも触れるの？いや、それもちろん気持ち悪いよ。うん、気持ち悪いけど、まあ触れるね。へ、う、ぇ、んえー、勇敢だな。自分から触りたくないけど。うん。うんうん、いや、それはすごい、マジで。唯一苦手なのが、うん、でも芋虫。あー、ね、はいはい。ガの？うん。ガとかの。あのね、うん、なんだろうな、ゆっくり動いてる方がちょっと気持ち悪いのかな。あー、うん、たまに横断してるもんね。そう。ね。でっかいの角生えてるのとか。あれはね、なかなかこう、鳥肌もんですわ。確かにね、毛虫とかね。うん、毛虫とか。俺なんか、ちょっと苦手です。あの、集合してる、画像みたいな、あるじゃん。あれ、恐怖症かも。ああ。割と。集合体恐怖症。集合体恐怖症かもしれないな。あ、いるよね。うん。集まってるのちょっとゾワッとするかな、たまに見ると。でも基本なんでも大丈夫かな。だからその動物で行くと、うん、あのね、淡路島ってあるじゃん。淡路島ね。淡路島、兵庫と ね、うん、四国の間の、うん、あそこにね、うん、野生の猿が降りてくる場所があって、うんうん、本当に猿の群れと戯れれる、野生の猿と。モンキーなんだ、モンキーパークなんだ、なんかそんな感じの、まあ、大分にもね、あるし、まあまあ、うんうん、野生の猿って、それも、うんうんうん、そう、で、5時になると、うん、その猿は山に帰ってくる。刑事制の仕事も本当に、俺、知らなくて、5時ちょっと前に友達と青い島行った時に、うんうん、なんか面白そうと思って行って、うんうん、で、一応そのエリアだけはね、有料なのね、うんうん、だけどそこに野生の猿とか、あと鹿とかがわーって降りてくる場所があって、そこですげえ猿いて、で、うん、赤ちゃん猿とか逃げないの、うん、だから本当にあの、
戯れることができるんだけど、5時ぐらいになると一斉に、うん、山の中に帰ってじゃあ飯があるからじゃないですか。いや、わかんないけど巣があるんだろうね、わかんないよ。へー、あれね、猿とか20体1組ぐらいでしか多分行動できないでしょ、確か。そうなの？確かそうだと思う。なんかでもそういうね、群れで生きる。そうそうそう。でもその最大が多分20匹ぐらいまでなのよ、確か。多分集まれるのが。で、それが多分増えると、また新しい多分、群れになるってくる。そう、確かそんな。ポケットに入ってたマスクとか財布を、うん、あの猿に取られて。うわーって寄ってきて、赤ちゃん猿からしがみついてくるんですよ。うわーって言ったら、ガサガサ。でも怖いね。まあ、マスクはいいけど、財布は返して。使い道ねえだろって。さすがに、つって。みたいな。面白かったね。動物で行くとね。かわいい、やっぱ、猿。かわいいかわいい。あの、かわいいですよ、めちゃくちゃ。なんか昔、地元にいた時に、小さい頃、こう、鳥類センターみたいなのがあって。ああ、鳥類センター、ね。あるじゃん、ね、そういうので、リスザルに餌あげるみたいなのも、あったかもな。リスザル可愛いよね。リスザルってどんな？まあ、リスザル特徴がちょっとちっちゃいやつ。まあ、ね、そう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 。動物、結構出てくると興奮するわ。ペット飼いたいのじゃん。ペットはね、別に飼いたくない。あ、そうなんだ。なんか、まあ、そ定番どこで犬とかさ。いや、わかんない。好きだからこそかもしんないけど、俺、育てられる自信がなくて、責任持って。どう？飼いたい？いや、飼いたいね。飼いたいんだ。俺飼いたいかな。何を？だから、ね、猫とか。猫が飼いたいかな。飼うんだったら。猫も可愛いもんな、ね。猫好きだけどね。愚痴も聞いてくれるしさ。そうなの？え？わかんないけど、なんか余計な返ししてこないでしょ。わかんないけどさ。疲れてる。痩せの猫でいいやん。いや、なんかこう普通にこう可愛いじゃないですか。いや、まあ可愛いよ、もちろんね。画像からでも溢れ出てるよね。うん、確かに抑えきれない魅力ってのが確かに。はち切れてる。はち切れてる。マジで画像から。今君はサメは飼わなくて。サメは飼いたく飼えないですね。さすがにね。うん。なんか話してる感じそこまで愛なかったかもしれない。女知らなかったかも。確かにな。もうギリ触れなそうだよね。速攻でまくられてたもんね。影薄くなっちゃった。熱帯魚ぐらいは飼いたいかな。ああ、だからそう、ネオンテトラとか、そうそうそう、エンジェルフィッシュとか、うん、あるね、プレコとかね、なんかそういうやつね。ああ、確かに、それは俺考えたことある結構。でもやっぱ結局、東京にずっといればいいけど、うん、こう俺結構移動っていうか、まあ、福岡帰ったりとか、いろいろするから、家開けることが多いんで、そういうのもあるから、一人暮らしで、なかなかペット飼うってしんどいやん。もう本当、木ぐらいだもん。その、そこにいる。観葉植物ぐらいが限界かもしれない。俺もサボテン、ちっちゃいサボテンが限界。あれもう水忘れても。水忘れてもさ、大丈夫だから。いやー、そう、猫本当は欲しいんだけどね。なんか俺は、ベンガルってやつが欲しいの。何ベンガル？どんな？なんか、毛が短い。で、ヒョウ柄の、うん。ああ、分かった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 。はいはいはい、はい。やつで、顔もめっちゃ美形というか。なんでもめちゃめちゃ繊細そうだけど。いや、繊細そう。そんな。いや、もう多分相当繊細だと思うんだけど、うん、でもめちゃくちゃ可愛いのよね。それはちょっと将来飼いたいなって思いますね。まあ、俺ちょっとね、まあ、野良猫飼ってた時に、なんか結構アレルギーみたいなのがある感じがしたから、うん、なんつうの、その、毛が短いベンガルとかだと、アレルギーが出にくいんだって。あ、そういうのもあんだ、うん、毛が回らないから。そう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 、そういうのもあって、こう俺も一回検索したことあってさ、その猫アレルギーでも飼えるみたいな、なんかあって、うん、そう、それベンガルっていうのは結構出てきてたから、720万ぐらいしそうだね。その車よりだけ、車より高いじゃん。買うぞ。わかんないけど、高そうな、その辺で買ってる人いないじゃん、ベンガル。まあ、確かにね。見たことないな。確かにね。確かに。部屋の位を上げてくれるかもね。そうね。価値を上げてくれるかもしれない。ね、買いたいのないの、なんか。袋。は？ハードはじゃなくてもよくない？本当に詳しいのそれ。詳しくなくても買いたい。いいじゃん。別に行ってみようか。かわいいから。何袋、はい、え袋袋。なんで ?YouTube で見たから。ほらほら、あっさまじ。こいつは、上積み撫でてる。
上積み撫でてるやつ。一番ペット飼っちゃいけないとしたら、一番良くないから多分。そうだね。フクロウ、確かに、フクロウも部屋のグレードアップを担ってくれそうだけど、ね。確かになってくれそう。フクロウを飼うのはめちゃくちゃ大変らしいんだよね。あそう、温度管理も。まあ、温度管理も大変だし、餌とかも、ま、その、肉だから基本的に、うん、ネズミとか、あ、そうなんだ、そう、なるほどね、犬とか猫みたいには行かないから、うん、あ、前向いてるか後ろ向いてるか分かんないどういうこと？いや、 あれだっけ、フクロウって、あ、そう、あの後ろ振り向くときに首だけこう、うん、なんかもう180度ぐらい回る、ね、回るよね、そう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 、はあ、あ、ね、あ、そっか、餌が大変そうだね、餌は大変だね、カゴをカゴに入れて育てんの？なんかね、その泊まり木みたいのがあって、そこにこう基本的には紐で繋いどくんだって、はあちこち行かないように、そう、細かいものとか食べちゃうから、あ、そうそうそう、鳥ってさ、飛べなくなったらストレスでさ、うん、そうだよね、そう、人間が衰えるのと一緒のようにさ、飛べなくなってたりしないの？いや、あるんなちっちゃいかな、ね、なんか一応包丁っつうかさ、部屋の中でね、うん、飛ばしてあげるとかはあるけど、そう、家出るときとかはそう繋いで、なるほどね、そう、一見するとちょっと虐待っぽくなる、そうなんだ、そんなその考えで言ったらね、まあ、確かにね、確かに、まあその考えで言ったらそうか、まあ人間のエゴの部分はいっぱいあるから、ね、エゴの部分いっぱいあるから、ね、フクロウね、フクロウか、まあ、ね、でもフンとか大変そうな気がする、鳥とか、うん、現実的なちょっと意識高い系ペットだったらミーアキャットとかがいる。ああ、ミーアキャットね。なんか飼ってる子もいるけど、うん、まあ割とこう、まあ楽とは言わないけど、ちょっとこう手に負えるレベルの。カワウソとか。あ、そっちのなんかちょっとちっちゃい系、そういう系ね。うん、そういう系。ああ、そうか。ハリネズミとか飼ってる人多くない？ハリネズミね。ミ、まあハムスター、ハリネズミ、うん。飼うの難しいよ。あれなんかも、あれモグラなんでしょ？モグラ、そうだね。モグラらしいね。的にはネズミってついてるけど。あ、でも暗いとこ好きだから、すぐこの暗がりに行っちゃって。なんか病気とかにかかりやすいんだっけ？そう、結構ね、弱い。あ、弱いんだ。弱弱。うん。ハリネズミみたいなやつでしょ？ちょっと、ちょっと、ちょっと、気象は似てるかもしれないけど、ダメだよ。インの部分が似てるかもしれないけどさ。確かに暗い部屋好きだけど。ナーバスとナーバスを掛け合わせちゃダメだよ。それは。あ、でも、ハリネズミ、あ、でもまあ、ハムスターはね、すぐ死んじゃうしな。2年ぐらいだからね。共食いするからね。あ、らしいね。ハムスター？え、ハムスターもするんだ。ハムスターしますね。そうなんですね。らしいよ。まあ、その、俺も、うち飼ってた。あの感じ。俺もでも飼ってたことあるよ。うん、なんか、かわいいからね。実家では結構いろいろ飼ってた。まあまあ、金魚、亀とか。あー、亀ね。あとね、ちょっと変わったところで行くと、うん、あの、ヤドカリとか。ヤドカリ？ウーパールーパーとか。あ、ウーパールーパーね。いた時期があったね。へー。うん、ヤドカリは楽ね。あのね、何でも食うの。で、ね、それ最終的に食べるの？え、こっちが？うん。ヤド食すか。ヤドカリを。あんまないだろ、ヤドカリ料理って。楽だけど、うん、ヤドカリとかね、なんかね、ちょっとこう向こうと、うん、向こうが、うん、あの要求してる感じのことじゃないことするとストレスで死んじゃう。あー。あ、そうです。やっぱストレスが一番問題かもね。ストレスいかにかけずに育てるかっていう。結構多分そういうのあるんだろうね。まあだから繊細っちゃ繊細なのかな、やっぱり。はあ。なんか定番じゃないのが多いね。俺全然猫とか飼いたいんだけど。いや、でもわかるよ、それは。やっぱ。やっぱ俺 YouTube とか見るし。可愛いなって思うから。猫用の家とか建ててし。一戸建てみたいな。あ、でも確かに猫の家かわいいよね、うん、家なんかね、うん、そうそうそう、作ってる、まあね、確かにそれはそうだもん。あ、そんな感じでね、うん、なんか皆さんちょっとなんか教えてほしいですね、何が飼いやすいか、飼いやすい、うん、ちょっと聞いてみたいな、何が好きかとかさ。まあというわけで、はい、というわけ で、 です、ね、はい、まあなんか動物図鑑みたいな話しましたけど動物いいですよ。動物いいっすね、うん、そういう意味ではね。まあそういうわけで皆さんなんか、はい、はい、終わります。はい、はい、また来週お会いしましょう。ええ、あのコメント欄に、はい、よろしくお願いいたします。バイバイ、はい、何かしら書いてください。お願いします。バイバイ、バイバイ。